ライゾンベースアリーナからスコット・タイラーだぜ。今日はフェスティバル初日。コロラドの朝最高。これから熱気に包まれてガンガン音楽が流れてエンジンが轟くはずだ。現チャンプのダリウス・フリントは今日会場入りするそうだ。車の運転中ってやつらは誰の邪魔すんなよ。チャンネルはそのままだ。およそ400m先、右方向です。およそ400m先、左方向です。およそ400m先、右方向です。右方向です。な、言ったろ？ダリウスがホライゾンの会場に向かってるって。で、レースしてだってアホすぎる。まあそれはそれとして、誰であろうとどんな車に乗ってようと関係なしってのがホライゾンのテーマだ。友達みんなを誘って遊びに来いよ。世界でも有数のでっかい祭りの初日だぜ。楽しもうぜ。おっと、ここで曲をかける前にスペシャルゲストの登場だ。すごいお知らせがあるって話だぞ。ホライゾンの CEO アリス・ハートさんだ。はい、アリス。はい、スコット。元気？すげえ。で、何をくれるって？最高よ。明日のレースにまだ10枠空きがあるの。そこで、ホライゾンの入り口に到着した先着10台の車に出場権をあげるわ。安すげえな。我こそはと思うやつは、ホライゾンにぜひチャレンジしてくれ。およそ400m で目的地に到着します。マップ、そして予選用のパスよ。そしてこれで必要な時はあなたに連絡するわ。車はレースエンジニアのダク・スチュワートにあそこのガレージでチェックしてもらってね。私はアリス・ハートよ。ホライゾンにようこそ。この車じゃダクにダメ出しされそうだな。やその通りじゃ。分かっとるじゃないか。この高そうなショックパーツを普通のやつに変えないとレースには出せん。了解、ミスターダク。ああ、右も左も分からんうちに
勝手にルールを無視するのはいただけんな。おお、95年フォルクスワーゲンコラードか。昔乗っておったわ。もちろんわしは大事にしていたわい。かけろ。まずいの。まあこの車に乗ってればそうそう簡単に死ぬことはなかろう。これがパスじゃ。勝ち抜くには車のアップグレードが不可欠となるだろう。まあ勝ち抜けられればの話だがな。